ワールドメイヤーは2004年からシティメイヤーズファウンデーションが主催している賞である。日本語では世界の市長、世界最高市長、世界市長賞などと訳される。国際的に市長の認知度を高めるため、また国内的、国際的な都市の幸福に貢献した市長を称えるために開催されている。シティメイヤーズファウンデーションは いかなる都市や組織とも関係を持たず、商業目的を持たない。受賞資格者は、現職の市長のみである。2004年に設立され、2005年を除いて、たま数年に各年で開催されている。第1回目の2004年度には、アルバニアティラナのエディラマが受賞した。ラマは2011年にティラナ市長を退き、2013年より、アルバニア首相を務めている。 2005年度にはギリシャアテネのドラバコヤンニが受賞した。バコヤンニは女性初のアテネ市長である。2006年度にはオーストラリアメルボルンのジョンソーが受賞した。ソーは香港系オーストラリア人であり、直接選挙によって選ばれた初のメルボルン市長である。2008年度からは各年開催となり、2008年度は南アフリカケープタウンのヘレン・チレが受賞した。 2010年度には、メキシコメキシコシティのマルセロエバルドが受賞した。2012年度は、数百人の候補者が第一次候補としてノミネートされ、25人が最終候補にノミネートされ、その内訳は北、アメリカが5人、南アメリカが4人、ヨーロッパが7人、アジアが5人、オセアニアが2人、アフリカが2人だった。2012年10月20日までに投票が行われ、 2013年1月8日にスペインビルバオのイニアキアスクナが受賞者として発表された。新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響により2020年度の大会が1年延期されている。日本人では2004年度に広島市の秋葉田田都市が2005年度に広島市の秋葉田田都市と北九州市の末吉、孝一が2006年度に 東京都の石原慎太郎が2008年度に広島市の秋葉忠都と横浜市の中田博氏が2012年度に大阪市の橋本徹が2014年度に千葉市の熊谷春人と福岡市の高島総一郎がノミネートされている2004年度受賞者のエディラーマ2014年度受賞者のナヒード年氏。ありがとうございます